はい、どうも、受け止まちです。はい、どうも、はじめましての方も、いつもの方も、ケンさんでございます。なんか斬新な、新しい挨拶ですけど、ね、はい、というわけで、今回はですね、NGT48 キャプテンの北原理恵さんの、AKB 劇場での最終公演かな、が決定したということでございます。はい、というわけで、日程がですね、3月1日。3月1日。もうすぐですよ。そうですね。で、内容がですね、うん、5期。5期。AKB5 期生と、地方組のあめっちゃ好きや公演ということでいいね。いやこれはなんだろうね、うちらで言うとさ多分一番見てた時代そうだねかな、うん、一番応援してたのもそうだけどそうっていう気がするんですよね。確かに、うん、まあ、ちなみに5期っていうと誰がいるかっていうと、はい、まあ北家もそうだけど、うん、指原さんでしょ、うん、あとはいるところで言うとチカリナ、あとは、ミャオとかね、うんうん、個人的にはね、萌えのとかそうね二藤さんとか、あとはね、はい、ウッチーだよ、はい、岩、うん、岩ですよ岩さん、ね、ウッチーとかね、あとはね、はい、クリスとか いっぱいいたんだけど、そうね、まあ多分卒業メンバーも出るのかな、もしかしたらね、うん、って考えるとなんか萌えのとかは来そうな気がするけどね。確かに確かに、うん、ツイッターでもなんか行きたいですみたいな話はしてた、うんぽいんで、ちょっといいよ ね、そういうさ、その卒業組だったりも来れたりするから、そうっすね、それがいいよね。うん、5期なんか特に俺好きなメンバーが多かったんで、ね、そうなんですよ。まあ、はるきゃんもそうだし、そうですね、あとはこの萌えの、ミャオ、サッシー、キタリエっていう全ジャン、うん、全力で聴かなきゃダメじゃんっていうね、はい、あのラジオがあったんですけど、ね、もうそのラジオをがっつり聴いてたのが、はい、その時だったんで、はい、めちゃめちゃ個人的に大好きなメンツなんですよ。うす、はい、うん、というわけで5期がこんな感じで、はい、まあ、地方組は、うん、まあ、北原さん、指原さん、あとは、大家のしんちゃんと、うん、ゆいはん、うん、あとは小森っていう ね、 小森さんね、うん、小森さんはもう子供がいるあれですけども、すごいですよね。小森なんか来たら面白いけどね。来てほしいですけどね。前一回ドキュメンタリー呼ぶ AKB かなんかで出てたんですけど、うん、まあ、なんか小森とか来たら面白いだろうなと思って、うん、地方組で結構ほらラップバトルとかさ、はい、なんかカラオケみたいなことをこうマンションの一室みたいなところでやってる動画をすごい、はい、うん、個人的に好きで見てたんですよね、うんうん、なんでそのなんかネタ感も含めて、はいはい、いい公演になればいいんじゃないかなっていう気がする。そうですね、そういうのもやってくれたらいいんだけどね、面白い企画みたいな、ね、そうですね、うん、まあっていうのもあるんですけど、うん、まあ、3月1日が AKB 劇場ってことなんで、うん、キタリエのコンサート、卒業コンサートが4月じゃないですか、うん、はい、でそれ以降が多分 NGT 劇場での卒業なのかなっていう、うん、気がするんで、まあだから一番最後はやっぱ NGT キャプテンということで、そうっすね、新潟で卒業なのかなと。いやこれもなんかありがたいというかね。そうですね、うん、まあ新潟、うちら新潟勢じゃないですか、はい、なんでこうキタリエが新潟で最後を迎えるというのはなんかちょっとね、感慨深い、感慨深いものもあるよね、うん、っていう感じでね、ちょっと、はい、まあ行けないですけど、はい、ちょっと映像を楽しみにね、そうですね、したいなと思って。このメンツ誰が来ても嬉しいですね。うん、何の曲見たいとかある？そうですね、もうせっかくならリノリエとかで見たいよね。そうですね、うん、リノリエガチ。そうなんですよ、リノリエはガチってもう昔から、そう、何回次世代のエースって言われ続けてここまで来てるかってね。まあ指原さんなんかはすごいさ、うん、トップに上り詰めたけど、ね、キタリエなんかは結構ずっとそれを言い続けられて最後まで来ちゃったなっていう気がするんで、うん、ね、まあでも NGT のキャプテンとしてはね、うん、すごい貢献してるね、すごいメンバーだと思うんで、うん、俺もすごいと思ってます。ちょっとね、楽しみだね。そうですね、どんな曲やるのか、はい、懐かしい曲いっぱいやるんじゃないかなと思うんで。いやでもそう思いますね。ちょっとね、この時代を知ってるうちら一番応援してた時代じゃないですか、はい、なんでその時代を知ってる、ね、こ うちらとしてはすごいちょっと楽しみだなっていう、そうですね、気がしますね。はい、はい、そんな感じで、うん、キタリエの AKB 劇場での公演が決まったよという動画でございました、はい、そうですね、これ楽しみにしています。はい、というわけでおります、おります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。
ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。